おはようございます。なにわ未来です。さあ、今月もやってまいりました。なにわ未来エクソコラグランプリのお時間でございます。ちょっとね、先月に引き続き、すでに4月でございますが、3月分の発表とさせていただきます。よろしくお願いします。作品のご紹介に入る前にですね、ちょっと2点ほど、お知らせをさせてください。はい。まずこちらですね。56 T シャツを販売している、スズリーのサイトでですね、4月6日から4月14日まで、全アイテムなんと最大1000円引きということで、激アッチーなセールがやってまいります。で、一応アパレルで言うと、このスタンダード T シャツが1000円オフで、その他パーカーとかが確か700円オフだったような気がします。まあ、詳細は説明欄にリンクあるんで、ぜひぜひ見ていただければと思いますが、まあ、今日ね、この当日、プレミア公開当日はまだセール対象日ではないので、またセールが実際に始まったらね、ツイッターとかで告知させていただきます。はい、2点目、同じくスズリなんですけども、こちらなんかアプリからの新規会員登録で1000円引きクーポンがもらえるとのことですので、おそらくスズリのアプリが出たのか、ちょっともともと出ていたのか、あんまり詳しいことはわからないんですけども、アプリからですね、初めて会員登録される方は、なんと1000円引きクーポンがもらえるということで、まあ、今までね、スズリの商品、買いたかったけど、とかね、気になってはいたけど買ってないっていう方はですね、この機会にぜひ、ちょっとチェックしていただければと思います。はい、というわけで作品の方を見ていきたいと思います。今月もよろしくお願いします。はい、じゃあ、プレイボール!ナニアがアパレル以外にも手を出し始めたそうです。よいち全然わかんないけど上品なツモゾンあ、ツモゾンなんだ。サンマしてるんだ。誰こいつ誰ザルすぎんだろ、マジで。後ろ丸見えだからね。上品な爆撃デザイン。全然わからん。ゴームービングパワー。頭悪すぎだろ。ウィーアー32000g とか。この手のひらで持てないから、うん、あれで待って、ギャツビーじゃねえ。これなんだっけ、これギャツビーだっけ。あ、これ何、ガバリーって何、ガバってんのガバリーってこと、何ガバリーって何はい、まあこれぞクソコラといったところでしょうか。はい、ありがとうございます。リズム天国のリミックス9をプレイする何やめ、いきます。おはようございます。今日も元気に96000パワーマージャンの先駆者こと何やみらいです。よろしくお願いします。かかってこいよマジで。誰お前。あ、それは俗に言う親戚だろ。バカそういうゲーム。もう掘り出すなよ96000を。めちゃくちゃじゃんマジで、うん、めちゃくちゃだよ。右下がうるさすぎて、でしまいにはなんか最後爆発してみたいな。だ途中でゲームやめさせられちゃうんだよね。そリズム天国って別に途中で落ちるとかないんだけどさ。やっぱこのゲームの場合はもう即刻中断ということで、はい。そんなに別にリズム感は、まあ、右下はめちゃくちゃなんですけど、まあ、そこまで別にリズム感が悪いわけではないと、はい、ただうるせえと、はい、どうもありがとうございました。オーバーダイパン、オーバーライド、わからないです。いきます。やば。失速するんだけど、マジで。やばすぎだろ。ずっとうるせえんだけど。
え、これね、何があれかってね、もちろんね、その音はめ具合もそうなんだけど、これね、右下の小刻みなこの動きがちょっと面白すぎて。足だけ。やーば。これ歌詞です、これ。やばすぎだろ。頭悪い。頭悪すぎる。あの途中、あのなんつうの、感覚が狭すぎるとこ、このこの足、ここ、この足だけがこう動いてる。体が微動だにせず足だけがこうやってダラダラダラってなってるとこめっちゃ面白くて。いやでもやば、完成度もクソ高えなマジで。なんなんこれ。でもちゃんとしてるね歌詞が。歌詞ちゃんとしてます。これダメだ。いや歌詞脳筋すぎだろマジで。あまりにも一方的すぎる情報量だわ。いやすごっ。これ多分数名耳が和むやつがいるんだろうな。あーどうもありがとうございました。本当にすげえこれ、やーべ。PF 機動戦士なにわ未来ファイナルいきます。すでに赤保留ですけど、はい、いきます。人には人のいいところがあるのよ。人だからじゃない、人だからこそできることがあるわけ。リーチ激アツだよ。7点、7。それだけ覚えてんだ。あの日のフェニックスの恨みを俺だけ晴らしてやる。二次保留で当たりました。なんなんて掃除機の夢って。いや、復活ないのあるよね。読めちゃった。読めちゃった。復活あるよねっつって。本当にやったわ。めっちゃ笑顔やんこいつ。PF 機動戦士なにわ未来の場合はね、これ二次保留外れることあるんで。ちょっと不安だったんですけど、なんとかあの復活できてよかったです。はい、3000発いただきました。この7の切り抜き綺麗すぎだろこれ。マジどんだけ丁寧に切り取ったんだよ。やーば、ここまさにもうしよう、マジでそのものですよね。そのまんまだったこれ。もう7がここにあるだけでもうだいぶ印象が変わってくる。さあこの二次保留の色かっこいいなこれ。これかっこいい。
これは比較的あの本家と比べて脳汁を抑えられそうな台ですね。初めて打った人ならこいつは何をやってるんだみたいな。ユニコーンが好きなのがすごい伝わってきますね。復活で3000なんだけどさ、でも7点してるからねみたいな。そこをあえて復活で演出を見せるのが PF 機動戦士なにわ未来。はい、どうもありがとうございます。すげえな、しかし。我が城、我が安全に一辺の上がりなし、地蔵らす。待て、いや、地蔵らすで昇天するなよ、マジで。お前めっちゃ笑顔やんけ、しかも。おい、後悔しかないだろ、もう一回やろうよ。さすがに地蔵らすで終えるのはどうなのよ、生涯よ、マジで。うん、ダメだよ。なんで一姫だけカラーなの？逆じゃね、普通。面白い。一辺の上がりなしで地蔵らすって振るところのセンスが素晴らしいと思いますね。しかもリーボーだ、上がれないだ、とりあえずリーチはかけたんだな。そう、リーボーをこう最後にペッてやってるわけだから、そう、リーチはかけたんだけど上がれなかったってことで、まあリーチできただけね、まだ。はい、ありがとうございます。なにわキッチンのアイキャッチを作ってみた。なにわキッチンです、よろしくお願いします。なにわ2000点じゃないか、俺これ。バカ。2000点じゃないか、俺これ。バカ。対戦ありがとうございました。それ。いや、え？マミヤ。一人です。よろしくお願いします。今どうやって蹴った？ちょっと待って。2000点じゃないか、俺これ。バカ。で、最後が対戦ありがとうございました。それちょ、いや、あの、ごめん、なんで最後に笑うの？なんか、いや、ごめん、なんか一周回ってシュールすぎて。どうやってここからどうやってボール蹴るの？ドーンってかかと落としてたけど、どうやってそこからボール蹴ってんだろうね。しかも、まあいい軌道で飛んでったけど、うん、なんで2回笑うんだろう、よくわかんない。なんか2000点じゃねえのか、よくわかんない。このな、この小刻みのこれは何なのよ、これは。それ何をしてんの？やばい、これなんか見れば見るほど訳が分からなくなってくるな、ちょっと待って。いや、なんかもうほぼ効果音すらないものの、なんかすごい独特な世界観で面白かったです。対戦ありがとうございました。それいや、よく分からないもんね。対戦ありがとうございますと言っといて、それっつって蹴ってるからね。だって、ね、おかしいじゃん。話が違うよってなる、ね。ありがとうございます。ファス行きます。78、78、算数の時間、78、78、76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 、
か、毎回聞けるだけみたいな。78、78。
算数の時間70、78、76、78、4000、4000、48、4000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 
は何もうこの辺ほんと頭悪いよね。一音だけ流れるエンディングちょっと面白すぎたなマジで。78、78、算数の時間、70、OK、78、70、あれ?6048、4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 
万以上倍万未満が生まれたわ。いやなんかいいっすね。連続で独特な世界観が続いていて、はい、もうめちゃくちゃです。はい、どうもありがとうございました。爆撃の森、音量注意。あ、音量注意はだからダメなんですよね。まあ一応見てみるか。動物の森もすっかり雪景色。誰を作ると喋り出してびっくり。今年は何度も太陽に向かって丸かぶり、毎晩夜空を見上げてついにオーロラが見れました。毎日は待ち遠しい、のんびり気持ちの生活、飛び出せ動物の森。動物の森もすっかり雪景色。雪だるまを作ると喋り出してびっくり。雪だるまを作ると今年は何度も太陽に向かって丸かぶり、毎晩夜空を見上げてついにオーロラが見れました。毎日は待ち遠しい、のんびり気持ちの生活、飛び出せ動物の森。2時間ぐらいでこの村の住人いなくなるだろう。うるさすぎだろうつって。なんかね、なんか懐かしいな、こういう感じ。いや、めちゃくちゃなんだけど。今年は何度も太陽に向かって丸かぶり、毎晩夜空を見上げてついにオーロラが見れました。毎日は待ち遠しい、いやもういやテロだって。もうでもただのテロです。控えめに言ってテロ。あ、なんだ最後のなんかほんの少ししか聞こえない断末魔的なバナージはなんだ、マジどっから出てきたんお前。面白かったんでいいですけど、まあ、あの別にさほどそんなにあの鼓膜のダメージを食らうものでもなかったので、まあいいかなと思いますけど、基本的にはあの音量注意はあのやらないんで、ね、あの発表しないのでね、あのご自身で調整していただいてということで、よろしくお願いします。まあはい、面白かったからいいです。ありがとうございました。何屋さんは大三元がお好きなようです。作ったんだ。いきます。
なかなか珍しいパターンですね。こあの大好きがこんなに出てくるっていう。うん、重いなあの大好き。重い。めちゃめちゃ重い。曲を作ったのこれ。すごいねマジで。作ってマットにしたってこと。すごいなマジで。ついってきちいやば、マジか。いやすげえな本当に。大好きが好評ということで。いや本当にありがとうございます。オープンリーチオーバーライド、あれオーバーライドってさっき出てきたやつ。いきます。ロンダノリスじゃね、マージャンしろ。今の一瞬で何風呂入ったんだよ。120ぐらい風呂入ったんじゃねえのかマジで。黙ってマージャンしろ。情報量多すぎだって。マジで情報量多すぎる。わけがわかんねえ。やはりね、やっぱこの手数の暴力という名のもはや正義。これはもう一種の正義です。やば、すごいなマジで。あの本当この手の作品を作る方々のね、どうしても気になるところがあるんですけど、マジでさ頭痛くならんのって話で。本当に頭痛くなるというか、なんか途中頭おかしくならんのって思うんだけど。いやでも本当すごいなマジで。いやいやいや、いや頭おかしくなるべマジで。いやすごいな。なんか根気のいる作業っぽいけどなこれ本当に。いやーもうありがとうございます本当に。はい、とりあえずうるせえ。何や未来でぐるぐるドッカーンいきます。バカすぎる。ちょっと待って。くる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 、嬉しくなっちゃうな。なんかもうね、処分されたよね最後。とりあえず一箇所に集めておいてまとめて爆撃されたんだけど、要はね、5、6人ぐらいいましたよね。とても教育に良くない。
もこいつに関してはぐるぐるもドッカーもしない方がいい。どちらもどちらもしない方がいい、間違いない。嬉しくなっちゃうがキモすぎるんだよ。最強だろ。俺をなんだと思ってやがる。ちょっと強すぎ、攻撃力がちょっと高すぎますね。ありがとうございます。最高でした。ダーあダーリッチダンス、ダーリンダンス、知りません。いきます、合作。いきます。合作出てるのどういう中なの。いやいやいや、まず絵だよな。え、ちょっとごめんなさい、本家を知らなくて、ちょごめんなさい、歌詞を追うのでちょっと精一杯だったんですけど。女子か。まあ多分女子っぽいよね。こんなにこんなに、まあまああれですけど、ちょっと可愛い見た目をしてて、まあ、ゲームとかね、まあ、ダーツとか、まあ、麻雀は分かりますけど、このちゃんと白州っていう。あの、お酒じゃなくて白州。これが。いやー、すいません。絵がね、本当に素晴らしいというか、素敵っていうか。で、これで。すごいな。ちょっと本当に、いや俺ちょっと本家を見たことがないんであれなんですけど、なんか本当にこういう感じなのかなって。すごい、この辺のこのハートのね、これ本当すげえなって思った。いやごめんなさい、ちょっとクリエイター目線なんですけど、これすごいな。やっぱどこもかしこも裏は乗らねえし、ラスってるしみたいな。最近そんなラス弾いてないんだけどな。この動画としての完成度って言ったらいいのかな、それに関してはマジですげえな、本当に。本家そのままなんだろうな、本当に。ちょっとマジで見たことなくて申し訳ないですけど、すごいもんね。こうやって見ると、この移り変わりがすごい。いやー、ありがとうございます、マジで。すご。オーバーナニア。3回目か、今日。いきます。なんかこれ流行ってんの最近、ちょっとごめんなさい、行きます。ダメだってそれは。すげえよマジで。野球はご存知でしょうか。野球ってね、本来ね、9対9の18人でやる競技なんですけど、本日参加を予定していたね、18人中16名が赤詰めという理由、我々ライジンでやっていこうと思います。9時で、マイナス58を、あ、やばい、今完全に振り向けてましたよ。ひどいな、これ The best of soggy。 さあ、スラゴデファイト、レイファーデファイト、なら、ちょっと講座に行ってくる。大丈夫か。限界まであがいた麻雀は想像よりも狂っているらしい。心は常に3万2000少々、ここらで思考すぎしたい。
ちょっとおかしいだね今の。いや完璧に歌っちゃってるじゃん。完璧に歌っちゃってるし、このあのサビ前のこの、これ何雪ですかこれは。ちょっととっさすぎてなかなか反応ができなかったんですけど、この辺からおかしいですよね、はい、これ完全に歌ってるもんね。ここから回っちゃってもいやすごー、いや絵もだよね、捨てた役灰また回ってきて恨みになって地蔵らす。いやすごー、なんか最初のここの詰め合わせもなかなか面白かった。皆さん野球はご存知でしょうか。野球ってね、本来ね9対9の18人でやる競技なんですけど、本日参加予定していたね18人中16名が赤詰めという理由、我々ライジンでやっていこうと思います。ピンチパス。練習技術がえぐい、いろいろとね、いや、このギャップ、こっからやっぱこうだから、こっからこうだから、こう来てこうだから、こうだ。情緒不安定かってマジで。何があったんだよマジで。この一瞬、このもはやもう2秒ぐらいの間にこれ何なんだこれ。何が起こったんだよ。マジで不安になるレベルなんだけど。でもマジで本当にすげえよこれ。オーバーロードでしたっけ、ちょっとごめんなさい。すごいね。3つ出てきたけど、3つともすごい。しかもそれぞれ味が違うので、いや、これが面白いところ、やっぱり、個性が出る。絵もそうだしね、歌が、なんか、マジでね、今まで聴いてきた中で、なんかすげえ馴染みやすいというか。限界まで上がりたマージャンは想像よりも狂っているらしい。心は常に3万2000いろんな面白さもありつつ、完成度も高く、あの絵も素晴らしく、本当にもうどこを撮っても、はい、素晴らしいです。本当にありがとうございます。俺だよな。左半分。いや、左半分だけ俺だよな。なんなんこれ。融合してる、融合というか、なんていうのこれ、何、接着。なんていうか分からんのだけど。ちょっとそっと字で。何屋のトーセカンド、いきます。
もうさ、いやすごいんだけど、すごいんだけど、もうね、どっからなってるかがわからないぐらい、このなんていうの、マージ具合っていうかね、違和感がなさすぎて、最後トンテキ焼いてんのは分かったんだけど、すごいねこれ。全体的に馴染むよね、なんか、え、もうちょっといい。いや、ちょ、すごすぎるな。これさ、音を発するたびに、変わっていくんだよ。こう、なんか、なんつうの。左右対称で鏡みたいになっていくんだけど。で、でもこの辺、このメイン出てくるのがもうボーカルですよ。でかいのがボーカルね。はい。どうやって作ってんのか見当もつかねえ、マジで。ちょ、安定の元ネタが分かってなくて、本当に申し訳ないんだけど、知ってる人からしたらマジでやべえってなってんだろうな。いやでも十分曲として伝わってるけどね。そうでなくともすごいよこれ。ひなももがいい味を出してるね。いいアクセントだよ。いやもう本当に完成度がすごい、マジで。本当にありがとうございます。プロポーズをした時の何や未来。いやもう わけわかんなんでトゲ持たれてんだよつうか。しずえは何をしてくる気だよマジでな。あとまあいつの間に一等身卒業したん。だいぶスタイルが良くなったじゃないか、うん、知らない間に、うん、トゲを持つのをやめてくれないか。トゲを下ろしてくれないと話もできない。そう、でもあとお前はどういう表情してるわけって話で。すいません、ありがとうございます。ポンポンリチ。コントンブギー。はい、いきます。多すぎだろ。途中で終わっちゃった。いやーすげえな。なんか多分なんかに歌わせたんだろうけど、すごいね。ちゃんと歌詞もちゃんと作ってもらって、これ多分あれかな、多分本件に基づいて作ってくれたのかな、うん、よくわからないけどね。この完全体の何やよりも三全体の自然、あ、完全体と三全体をかけてんのか。あ、なるほどな。あー気持ち悪いだろ。役満って落ち着かない、冷や汗が出すぎ気持ち悪い。もうこれもう誹謗中傷ですね。
すいません、被害妄想です、はい、へえ、すごいね、マジで。これイラストも多分描いてくれたんだろうけど、すごいいろんな、いろんなパターンがあって、いやー、すごい。みんな歌わせるね、本当にすごい。多分ちょっと区切りが悪くてこうなっちゃったんだろうけど、いや本当にマジでありがとうございます。こん、ん？こ、な、こう、こうでれが、わかんないです。いきます、読めない。すげえ。すごい、あのね、最後のこのワッショイワッショイみたいな感じで真ん中お前ちょっと反射してて見えづらいけど、お前クソ笑顔やみたいなね。で勝ち誇っちゃう。これなんかさ、これよく使われるから、これ何のあれなんだ、俺あんま分からんのだけどどっかのサムネイルで使ったのかなまあいいや。あとね、あと読ませる気ねえだろここ絶対無理、これ読めるわけがねえあ、アホかマジでな。アスリートじゃねえんだよこっちはよなんかね、絶対ところどころおかしかった。ちょっと一個一個はさすがにちょっと見れないんですけど、タクで二人出すと悩みが気持ち悪がる気持ち悪がりやし土出しですね。はいはい、こう、まあまあ、はい、これはす、あ、なんか意外と普通かあ、普通だったラソウヤは年金よりも安心できるか、まあそれは間違いねえだろやはりね、大事なのはやはり年金よりもラソウヤ、はいいやー、なるほどね。いやでもすげえな、これをわざわざ事細かく書いたのはすごいな。で、時よりやはりちょっとネタをね混ぜていくという、そしてやっぱ安定の、絶対ここはね、もう質問コーナー来た瞬間にね、もうここは絶対出てくると思ったね、こここれ白州山崎ラッシュね、これは絶対来ると思いました、はい、でもやっぱりさ、なんかその発生するたびに動くこの右のヒートテックの民すげえな、どういう編集してんだよマジで。なんじゃない、萌え萌えキュン、でもすごいのがさ、あのちゃんと質疑応答になってるんだよねもう一問一答ベストアンサー、いやすご、あのめちゃくちゃに見えて意外とちゃんとしてるやつですね、はい、いやにしても完成度がすごい、本当にマジで本当にありがとうございます。黄金騎士なにやはい、行きます。あるね、そう、ガロウ剣を押し込めは押し込めは押し込めはガロウ剣を押し込めってこう来ると思うじゃん、こっちなんだよね。すげえ。
ロゴ変化した。かかとのかかとをアングルが追うのがいいよね。もうほとんどそこに全てをなんか注力してる気はするんですけど、この後のこのトラッキングですよね。あのね、ガロね判別が難しいからね、顔と胴体の。だいたい色もなんか似てるんで、あのね、時々こんな感じでもう顔がぶっ飛んじゃってる。ちょっとすいませんでしょ、クリエイター目線。いや、これ、このザルさがね、またいい味を出してたりするんでね。おい、おかしいだろ、マジで。ちょっと、あのさ、違う、あのね、これ、キャストの前に出てくるんだよ。邪魔何を考えてるんだこの演者は。めちゃくちゃだろもうマジで。ああもちろんでそんなことはできないのは知ってるんですけど、はい、いやそれがまたねやっぱいい味を出してるんですよ。ああでもここかっこいいよねマジで、ここかっこいい。この温度差ですよ、はい。いやーすげえ、最初はあれでしたけど、あのリアクションできてなかったですけど、後々からこのじわじわとしたこの味に気づいてきました。はい、本当にありがとうございます。あなたの勝ちです。何これ、ラッキーダーツ。あー、なんかこんなあったっけ。相当レア度高いだろこのカード。オールデリート。違う、お前みたいな誰も人を幸せにしないやつはいなくなってしまえの、あの二次被害というかすごすぎるんよマジで。どこまで何大陸までこれやっちゃった。やりすぎなんですよね。そうだ、ダイパンするときはやっぱ周りを気をつけてね、あのぜひ、はい、行っていただければと思います。はい、本当にありがとうございます。何これ、何屋兵長、えリヴァイ、巨人会でしょ、わかんないですけど、黙って麻雀すろ、爆撃すんぞって脅して、頭をガッてやって、もうポニャって言われてるわけだから。笑顔で、はい、ハッピースマイルだろ、マジで。やってやれ、マジで。結構だ。ただのギャグ漫画じゃん、マジで。ありがとうございます。一姫、なんかすごいフィットしてるな。なんか俺はパイナップルみたいになっちゃってるけど。P 戦国乙女6、何アタック。ちょ、私打ったことないですけど。はい、言います。アトミックスポーツ8、1枚目は呪落台、これ呪落台らしいです。もうめちゃくちゃだ。いや、早そうじゃない。いいじゃん、冷やにしたらうまいから。これなんだっけ、なんかあの雪のスライダー、雪っていうか氷のスライダーみたいなやつ、これちょっと名前忘れちゃったんですけど。もういやもう呪落台ってもう何でもいいじゃねえかよ。なんでわざわざ書いたんだよ、別に何だっていいわ。だってもう見えてないもんね、呪落台要素どこってなってるか。もうほぼ瓶の色だろマジで。ああ、後ろの方だいぶ肌白いですけど、はい、どうなったんでしょうか。はい、危ない。お前キーパーもあの止めようとしないでいいから避けろ。これは危ないです。はい。投げるものじゃないですからね、国士無双は。はい。美味しいから投げないでくれ。あと、キーパーはまず逃げろ、お前。自分の命を大事にしろ、お前。へっしょ食らったら一発だぞ、多分それ。怖いですね。何これ。何これ。は顔どうなってんだよ。まるで意味がわからねえんだけど、本当にな。あれ、何これ、何見たことないんだけど、これ、何マジで。
なんかワインっぽいけどな、ラベルけどワインじゃないんだろうな、私わからないですね。なんなんでしょうこれは。なんでさ、あの左のお前はなんか顔面になんか食らったような跡があるわけ、ここにな、なんかマジでどうなってる。あ、お前に当たってそこに行ってるんか。そう、ちょっと真相はわからないけど、なしてそういうあのフォルムになってしまったのか。お前だってお前ボール見てないじゃんもはや。てか2人ともボール見てないやん。左に関してはなんかよくわかんないけどダメージを食らってて、右に関してはなんかもうただ笑ってなんか目が開いてないみたいな、ね、そんなんでブロッカーを務められると思うねマジで。いやガチで、いやこれ多分本当にね、ちょっと振りがうまかったな。これは1枚目は呪落台ですって言われたから何かなって思ったら、知らねえよ別に何だっていいだろってなったわ。これっすねマジで、はい、ダメです本当に、はい、もう毎度ありがとうございます。何や未来かけるスキャットマン、いきます。セットサインはですね、もうなにや未来です。いらっしゃいませ、宮キッチンへようこそ。当キッチンは一人暮らしの悩んでいる子たちのために様々な料理を考えます。もう、バカすぎだろ。私が、初見で様々なレシピ、そこに思いついたレシピに挑戦している宮キッチンでございます。なんでちょっと待って海が分からないということ、はい、あれば合わせた際にですね、もうあのさ、ちょっといやまあまあいいよ、あの なんで序盤からここまであの初回のナニアキッチンなんだよ。もうちょっと語ってるとこあったな。あの後ろでビートを刻んでるのはボイスパーカッションみたいなのはもうね、あの十分分かったんですよ、主張が激しかったので。真ん中のメインが一番よく分かんねえ。あ待って、これ初回じゃねえ。材料が何をどう考えたってマグロユッケだった。おいネタバレしてるぞマジで、おい。ここ最後ちょっと伸ばすの。あーもう、あー頭いて。なんかね、もうあれなんだけど、なんかもう訳がわからない。どうしてそういうチョイスになるのか、こういうところがね、あの大事かもしれないんで、何を言ってるかわかんないですけど、もうありがとうございます。すごいな、センスが光ってますね、本当にありがとうございます。何いるギアソリッド3枚、何をビビっている、さっさとそのファイルを川に捨てるんだ、通ってないなら通るのだろう、さ早く。これあれじゃない、あの比較的最後の方っていうか、あれじゃなかったっけ、なんかジャミング入っちゃってるとこみたいな。ついに大佐が納金になってしまった。司令塔が納金になったらもうろくなことないからね、はい。どうもありがとうございます。セカンド何やいきます。濁りすぎなんだよ。ここすごい。すげえ。なんで真ん中がキッチンなんだ。
け。あの最初のボーカルメインのとこもう濁りすぎちゃって。その後がめっちゃ良かったんだけど、あのね、なしてここやねんさ、ど真ん中がキッチンで、あと途中からあのミシュラン三つ星 ASMR やめてくんね。ちょっともう一回みたいな。一通でチーしてんのか、上。このカウントならいいよな。情報量が。ここ重圧がすごすぎてなんか逆に心地よくなってくるっていう、あのいつものやつですけど。ミシュラン三つ星 ASMR がね、本当になんか頭悪くなる。その前になんかもう挨拶代わりのキムチチゲね、はい、いやーマジですごい音がね、もう本当正確すぎるよね。あのこれは私知ってるんでね。あの、はい、知ってるんで最初から分かったんですけど、はい、どうもありがとうございました。いや、すごい、本当に。NSNS。わからん。いきます。すぎんだけどマジ。あの最初のあの何産地を取るとこのあのなんかどうにかならんの。ちょっと何を語りかけてるんだよマジで。その後、なんだっけ、ハラミオンザガーリックのさ、はい、ハラミオンザガーリックの擦り方だ。こう終わったと思ったらもう一回来るからね。これまた裏で鳴ってるからね、ハラミオンザガーリックが。
んで戻るんだよ。ちょっと待って。これやべえ、これやべえ、これやべえ。ちょ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 、 なんで戻るんだよ。もう頭悪すぎる。あーやーば。いやでもすげえな。完成度がマジですごいよ本当に。払えてんだけど。あのちゃんとね、あの曲としても成り立ってるのが面白いよなマジで。こういうチャンネルじゃねえんだよな。もうなんかマジでよく分かんなくなってきた。よくこの動画一本でこれを作ったよな。どうやったら思いつくわけ。あそこでハラミをダメよ、ハラミオンザガーリックに全部持ってかれてる。ちょっと待って。一回デトックスしようマジで。まずいまずいまずい。いやハラミオンザガーリックってタイトルじゃないからね。これまた擦られるんだろうこれ。もうダメですね。どんどんとトラウマが増えていく。いやでもマジで、いや本当にあのすごかったです。本当にありがとうございますマジで。産地から俺やられました。はい、すいませんけど、チュ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 言いながら、なんかやってチュ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 言いながらでしたっけ。トゥ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 言いながら。終わってんだろ。ありがとうございましたマジで。朝はポンいきます。タイトル詐欺じゃん。あ、何？役と変わるの？役と泣きの種類変わるんですか？もう一回だけ聞いてみようか。聞き間違いの可能性があるんで。待って、なんか、チーンとか、なんか役者いなかったマジ。もう一回だけ聞いてみようかな。ちょ、もう一回だけ。おはよう。おはよう。朝はポン、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 チーン。すげえな、人は9秒でこんなに笑顔になれるのか。あの言葉を選ばずに言うとしたら、そのね、あのポンがね、ポンの、まあ、声質もそうだけど、結構ザルだったじゃん。ポンがちょっとザルだったポンっていいけど、最後はポーポーみたいなつながっちゃってたんだけど、最後しっかりとあの役者の方が締めていただきましたから、はい。どっから持ってきたんだよこれ。最優秀素材だろこれ。これ俺だよね。なんかそれすら疑うんだけどマジで。もう最高でした、はい、本当にありがとうございます。よく持ってきたわこの素材を、うん。曲名とアーティストがどっちかわからんな。ちょ、ごめんなさい。
いやいや、行きます。はい、すいません。それ最悪マジで。いや普通に12ポイントあげたくねえしな。はい、5万って言う。5万。あ、5万だ。お、今までにない曲調だ。流れ変わったな。もう出たよ出たよマジで、あのキングオブ脳筋、本当に。いや、なんつうんだ、もう火力とかの問題じゃないんだよね。そういう次元の話ではなくてですね、はい、もうなんて言うんだろう、まあ見ればわかるんだよね、マジで。急に流れ変わるからね、うん、なんかこの辺からおかしいぞっつって。時より追いついてないもんね。やば。ついに処理が追っつかなくなった。はい。やばいよ。なんか建物一つぐらいだったら壊せそうだもんね、こいつ。やば。でもすごいよな。この辺どうやってこんなループさせてるんだろう。まあこれを果たしてループというのかどうかなんだけどね。やーば。これ曲なんですか。これ曲なんだ。まあいろんな曲がありますからね。やーば、ほんとに。もうありがとうございます。処理落ちのところも再現なのかな、ほんとに。いやー、ありがとうございます。何やフラグ回収 RTA 3秒75、いきます。無事故無違反、無事故無違反 GTA 始まるよー。いや、これかわいいな。ゆっくり何屋じゃないか。うん、もう FA やん、ほとんど。かわいいな。あるよね、こういう入り方っていうか。いやー、ありがとうございます、本当に。掃除機テクニック、いきます。ああ。すごっ。待って、好きすぎだろマジで。最後の分割すげえな、ここ。国士と通位層とスタント大三元上がってる。やば。何、5倍100万ですかね。すげえ、ここすごかった、かっこよかったな。やば。それで数え役満で、この掃除機をこう上下にこう。何なんだこれは一体。あ、待って、変わってる。
最後プリキュア出てたぞ。ここ俺気づかなかったんだけど、これ変わってるわ。ほら最後変な人、不審者出てきてる。左は何をやってたんだ今。左は何をやってんの。うんこらしょどっこしょってやってんのか。いやーすごっ。マジでどの辺がクソコラなんだろうなこれの。もはやクソでもなければコラでもないという。いや全然本当にね、ありがとうございます。マジで素敵な作品でございます。異常なほどループの中毒性があるな。ここは何をやってるんだマジで。そんなに上がってきたか今まで。負けてる方の記憶が圧倒的に多いからあれだったけど、いやーありがとうございます。すごいな本当に。 P 機動戦士ナニアズパワーいきます。どういういろ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 混ざってるぞ。めちゃくちゃだ。もうごめんマジでめちゃくちゃという言葉しか浮かんでこない。やりたい放題。めちゃくちゃです。はい。ありがとうございました。めちゃくちゃです。ペッタンファイヤーまた合作。はい、いきます。いきなりライブ3ですが、すげえ。ついていけねえ。やばマジで。もうやばい。出ました、なんて言ったらいいかわからないシリーズ。ちょっと待って、ここはね、この脳筋ですよね。中連ポートしか頭にないと思ったら最後スッタンを求めていきやがった、はい、どさくさに紛れてダブル役前にするのやめてもらっていいですか。ここはなんて書いてあったのか見えなかったな。Your star development department is、 わかんないな、なんて読んだろうこれ。 Push the ガローケンか。 Shut up and play
ああはいはい、あ、黙って画廊剣押し込めって言ってるそうやって黙って画廊剣押し込めかな、初めて聞きましたけど、ここねすごかったなマジで、すごい、なんかマジで、どういう、いやーすげえなマジで、いきなり上がらせしてますけど、裏拍のポン好きすぎるな、ここの裏拍のポンが好きすぎたな。やばいだろマジで。もうあれなんだよ、もう全部動いてるから、もうどこを見ていいかがどうやって処理してんだよ俺のやつポンコツだから動かないぞこんなことやったら言うことがなくて申し訳ないですけど、まあそれでちょっと感動したということで、いやー本当にありがとうございますマジで、すげーよKKJJKJJ キムチなんて読むんだ、わかんない、これでチゲって読むのか、ちょっとわからないけど、いただきますじゃねえちょっとはい、いきます、すみませんあ、元に原曲は知らないです、はい、いきます、うわすげえ、キムチチゲ、なくね、誰かこの戦争を終わらせるんだやっぱりあれチゲって読んだんだな、うん、まあ、それは分かったよ、それは分かったよ、どうすんだよあの男女みたいなリズムでキムチチゲを出されてあのレッターキムチチゲってなんすか出落ちだろマジで、さキムチチゲ、ああ、唐突に眉毛なくなるっしょ、うん、キムチチゲ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 
チゲチゲキムチキムチチゲチゲキムチキムチチゲチゲキムチキムチチゲチゲキムチチゲチゲキムチキムチチゲチゲチゲチチチチチチキムチキムチチゲチゲキムチチゲチゲキムチ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 チゲチゲキムチキムチチゲチゲレッドキムチチゲもう頭おかしくなるってちょっと具合悪くなってきた俺もう二度とキムチチゲが食えない体になってしまったかもしれない。お疲れ様でしたどうやったら思いつくんだよこんな脳筋プレイがマジで。だって出てきた単語マジキムチチゲとレッドしかないでしょ、うん、あと眉毛か脳筋こそパワーなんだな。そう、押し切れば勝ちです、はい、いやマジで本当にありがとうございます。何なんだよこれ、なんかブランドのあれっぽい、ロゴっぽいもうやめようありがとうございます。なにやマリオいきます。痛すぎる。うるさ。いや、開幕一歩目からリーチして、これダブリーしてるんですけど。シュールすぎだろ。やば。100% 何や由来じゃないか。この音源。すげえ、すごいなすごいな音の取り方ちょっとシュールすぎましたけどいやこれでいいんだよ、こういうのでいいんだよないやありがとうございます。タチャともちもちの木最悪じゃねえかよ全部統一なのにその統一ごとを持たれてるんだ。あと一姫を抱くな本当にこの顔好きだよねみんななしてこんな汎用性があるのか知らんけどたっちゃともちもち、いやこんなもん麻雀知ってるやつじゃないと何を言ってるかわかんねえじゃねえかありがとうございます。恋の何やひ、はい、いきます。早速ですが本日作るメニューはスタミナ薄いマトマトカレー、マトマトカレー、マトマトカレー。早速ですが本日作るメニューはスタミナ薄いトマトカレー、トマトカレー、トマトマトカレー。バカすぎる。ちょっと誰だ、もうバカすぎるこういうのでいいんだよな。いやてか待てよこれさ、いや最初びっくりしたのがこの動画出したのいつだっけ、3月だよね。3月30日出してその日に作ったってこと。いやびっくりしたんだよね。早速ですが本日作るメニューはスタミナ薄いトマトカレートマトカレー、トマってちょっと上がんの、マジで欲しい。薄いトマトカレー、トマトカレー、トマトマトカレー。やべ、間違えた。メニューはスタミナ薄いトマトカレー、トマトカレー。もういい。ほら、また、おかしくなっちゃった。すげえもんだったな、マジで。はい。もう、だから俺、トマトカレーも作れない体になったわ。もう、なんも作れない。もう、はい、本当ありがとうございます。マジで、本当こういうのでいいんだよ。ありがとうございます。テトリス YTPMV、わかりません。いきます。
いやもうすげえわマジで。どこまでが俺で。多分全部なんだろうな。いや後ろで上がれないさ歌ってんの面白いな。いやもうマジですごいよ。どうやってこんなやってるんだよマジ。もうほんとずっとそうだよ。どうやってやってるんだろうなって思いながら、すげえなって思いながら音と一緒に画面を楽しんでるみたいな感じ。やば。いやもう本当にマジで言うことがない。言えることがないんだよね。正しくは言うことがないではなくて言えることがないです、ね、おそらく音源全部俺じゃねえかなって気はするんだけどね。いやもう本当にありがとうございますマジで。すごすぎ。あれから1年いきます。やば。やだよ。かっこよ。多分これピッチ調整してくれてる。やばすぎる。なんか進化してる。ちょっと待って待って。やーべー。進化して帰ってきた。これなら俺でも聞ける。すげえ。待ってマジ？ここ何なんだマジ。痛い目をたくさん見てきました。全てを通してみても配信の撮れ高が撮れてます。本家のあれに似せてるかな。ちょっとごめんなさい、さすがにそこまで覚えてなくて申し訳ないんだけど。いやーマジか。ビートがすげえ。して繰り出す夜と線を回るジャンゴ。どうしようもないけど気が狂うほど台を殴る君を見ている。面倒だったから切り捨てた。ペンちゃんかんちゃんの矢を中杯。申し訳ないけどそれは母ちゃんの上がり杯。使わされている。スノさんでこのこと逃げ捨てた。スノさんと全然問題的人生だけに効率。天杯傍受ラスにある金の魔曲の街をなし。上がれないさ役満あって。掃除機出して強行なんてこっさ振ってしまうんだが親番回るがんじがらめ。大戦士前に取り戻したいせぬ言語を落ちる落ちるバラ。おお天使仕込みゲーム。いやもうこれでよくね。なんつうんだろう、言い方悪いかもしれないけど、歌い直しみたいな、何年バージョンみたいな、はい、2024バージョンです、これが。すごいよ、これ。本当にね、最初冒頭言ったけど、マジでちゃんと丁寧なピッチ調整、はい、本当に助かります。俺はあれを自分で聞くのが嫌なんだ。でも、これなら聞ける。
いやすごいよなって、この素材をさどうやって持ってきたんだよマジで。これ絶対ダーツだろだって上がれないさのサムネイルだよこれ。このみんながよく使うこれね、これこれ全然使ってないもんいやーちょっとマジで、いやいやいや、でも本当にクオリティに関してはもうマジでもう本当にもう何も言うことはないというか、もう2回目なんて俺もうずっと口ポカーンって開けて多分見てたいやー嘘だー。でも1年経ったのか、早いな本当に1年って早い親回ってて、細かい親番回ってたよパワー正義、後ろもちゃんと力正義、やーば。まあ最終回第2回は多分おそらく誰かが歌わせてくれると思いますので本当にありがとうございます。すごすぎだろ。はい、というわけでお疲れ様でございました。今月の作品のご紹介、ごめんなさい、3月のですね、作品のご紹介以上となります。今月も本当にたくさんの作品どうもありがとうございました。もうマジで腹筋つるかと思ったわ本当に楽しい作品ね、クオリティの高い作品も、しっかり、面白い作品もしっかり本当に、ありがとうございました。引き続きですね、皆さん無理のないように楽しんでいただければと思います。まあ、本当にね、皆さんの健康第一で、もう忙しいシーズンになりますから、もう新学期とか新社会人とかもう出てきてると思いますので、本当に無理をなさらず楽しんでいただければなと思っております。はい、というわけで、プレミア公開でご覧の皆様どうもありがとうございました。今月も楽しんでいただけましたでしょうか、というわけでございまして、次回のクソコラ、まあ、できれば4月以内、まあ、4月末とかにねちょっとしたいんですけど、またちょっといつ頃になるかが微妙かなっていうところではございますので、ちょっと何卒よろしくお願いしますと。で、4月の作品の対象はですね、4月の1日から、まあ、4月内にやるとしたら発表の前日だとかね、まあ、もし来月にまたがるようだったら、まあ、4月丸々分っていうことになるんで、まあそれはまたおいおいツイッターとかでね、アナウンスしようかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、すいません、もうですね、なんと時刻は、朝の4時を回っておりますもろもろありまして、もう特に喋ることもないんでね、終わりたいと思います。ではまた来月お会いしましょう。今月も本当にありがとうございました。さようなら、ありがとうございました。プレミア公開の皆様もありがとうございました。さようなら面白かった、マジで本当にありがとうございました。